こんにちは、岡田博史です。今日はスペイキャスト、それもスネークロールについてお話していきたいと思います。スネークロールは以前ご紹介したダブルスペイと同じように風が上流から吹き下ろしてきているときに主に使われる投げ方です。自分よりも風下側でループを作って投げる、そういうタイプの投げ方になりますね。ではスネークロールがダブルスペイとどこが違うかというと、ダブルスペイではキャストする前に一旦自分より上流側にロッドやラインを持ってきますね。でその後で、下流に振り直してキャストするわけなんですけども、ですから、ダブルスペイで上流、自分より上流に何か障害物があったときにはうまくキャストできないんですね。ロッドが障害物にぶつかってしまったりラインが当たってしまったりするわけなんです。でもスネークロールは、全ての動きを全部自分より下流側で行います。ですから自分のすぐ上流側に仮に障害物があったとしても、問題なく投げることができるんですね。それからもう一つ、ダブルスペイよりもずっと素早く投げることができます。ダブルスペイは一旦上流側に、ロッドラインを持ってきてそれを引き剥がしてループを作って投げるわけなんですけども、スネークロールはぐるっと1回転させてそのまますぐ投げますんで、ずっと速く投げることができるんですね。ダブルスペイとスネークロールの速さの違いを比べてみました。左がダブルスペイで右がスネークロールです。このようにいいことづくめのように思えるスネークロールなんですけども、欠点もあります。スネークロールは一回自らラインを引き剥がしてアンカーがセットされたらすぐ投げ返す必要があるんですね。いわゆるタッチアンドゴーっていうタイプの投げ方になります。アンカーがセットされてすぐ投げないとタイミングがずれてしまうんですね。うまく投げられなくなってしまいます。そういう意味ではタイミングがシビアだと言えるんですね。だけどダブルスペイの場合は一旦上流にラインをセットして、それから必要であれば後ろを振り返って後ろの状況を確認したりとかですね、ちょっと時間的な余裕があるんですね。スネークロールに比べるとタイミングが、それほどシビアではないとも言えます。実際の釣り場ではこれらの特徴を理解した上で使い分けるといいのかなと思います。それでは実際のやり方をご説明します。まずは、ダングルと言われているラインが下流にまっすぐ流れ切った状態ですねにしておいて、ロッドはいつものように、ラインの方向へ向けて、ロッドティップを低く構えますね。そこからスタートします。でそれで、キャスト方向に、対して、スタンスを取ってですね、前足のつま先がターゲットの方向に向くような感じで構えます。それで一旦少し、ロッドを持ち上げますね。リフトするわけです。その位置からロッドのティップで小文字の E を書くようにロッドを回していきます。最初は小さく回していってだんだん長くなるようにしていくわけです。だんだん大きくしていくんですね。でスピードも、最初ゆっくりからだんだんスピードを上げていく、そういうストロークになります。こちらが、カメラの方向がラインの方向にあるとして、キャスターはこんなイメージでロッドを回すわけですね。で横長の E の字を書いて後ろに振り終わった時点で、キーポジションでロッドを構えます。そうするとラインはですね、その間に螺旋を描きながら上流に飛んできます。上流に向かって飛んできます。で、いわゆるアンカーのポジションですね。アンカーの位置に、ラインの先端がセットされます。シングルスペイなんかと同じように、アンカーがセットされるのと同時に、フォワードキャストをして、キャストを終了します。でこのスネークロールは90度の角度変化が一番やりやすいです。もちろん慣れてくれば、あらゆる角度に投げ分けることができるんですけども、その辺の投げ分けの仕方っていうのはですね、また別の動画でご紹介したいと思います。とりあえずは90度の角度変換からやってみてください。ロッドのティップで E を描くときにはですね、ターゲットに対して平行な平面で、この E を描くようにしてみてください。これが曲面だったりとかですね、ターゲットに対して角度がついているようだとあまりよくありません。非常によくある、例としてはですね、ラインを自ら抜こうとするあまりですね、E を描くときのこの最初の前に向かってこうロッドを回していくときにですね、つい大きく速くしてしまいがちなんですね。そうするとアンカーは本来のアンカーの
地点よりも上流に落ちてしまいます。でそれで投げてしまうとですね、ラインが交差してしまったり、ロッドや、自分にですねラインがぶつかってしまったりしますので、こうならないように気をつけてください。どうしても、大きく回そうとすると内側にこう入ってしまうんですね、ロッドのティップが。ではなくて、このターゲットに向かって平行な平面、壁のようなものをですね想像して、その上でロッドのティップで E を描くような、そんなイメージですね。そうしてもらうといいと思います。それからこの E のですね、この楕円がですね小さすぎたり、スピードが遅すぎたり、してしまうとラインが十分に水から持ち上がってくれません。ですからアンカーが下流に落ちすぎてしまいます。その時もラインはうまく飛んでくれません。それから E を描くときは横長に、最初小さくだんだん横長に大きく、回すようにしてください。これを縦長にしてしまうとラインの先端がアンカーポイントで着水するときに上からバラバラバラっとこうなだれ落ちるような感じになってしまうんですね。クラッシュドアンカーとかパイルドアンカーなんて呼ばれる、アンカーのタイプなんですけども、このようになってしまうと次、フォワードキャストした時にこれが大きな抵抗になってしまったりしますので、あまり良くありません。それに縦長にして上に持ち上げるのが大きくなるとですね、今度はこの打たれたアンカーが上に舞い上がってしまってですね、フォワードキャストしてもアンカーが途中で切れてしまったりするんですね、そういうことがあるんで縦長の丸は描かないように横長にだんだん大きくするように、そういう風にするといいと思います。このビデオの冒頭でも言いましたけども、スネークロールはシングルスペイと同じようなタッチアンゴーの、タイプのキャストです。ですからアンカーがセットされたらすぐ投げるようにしてください。これがタイミングが遅すぎてしまってアンカーがセットされてからしばらく経ってから投げてしまうと、後ろのアンカー以外のラインも水についてしまって、水の抵抗が大きくなってしまってうまく飛んでくれませんし、逆にタイミングが早すぎてアンカーがセットされる前に投げてしまうとですね、ロードに十分な負荷がかかりませんし、ループが広くなってしまってうまく飛んでくれません。アンカーがセットされるのと同時に前に振る、そんな感じで振ってみてください。今回はスネークロールについてお話しました。スネークロールはダブルスペイと同じように上流から風が吹き下ろしてきているときに主に使われるスペイキャストです。ダブルスペイよりも素早く投げられて、上流に障害物があっても投げられる大変便利な投げ方なんですけども、ただタイミングはダブルスペイよりもシビアになります。ですから、そのような特徴を踏まえた上で実際の釣り場では状況に合わせて使い分けるようにするといいでしょう。今回の動画が役に立った、面白かったと思っていただけたら、いいねのボタンをクリックしていただけると嬉しいなと思います。それから、動画の感想やご質問、そういったものをコメントに入れていただけたら、その都度お答えしますし、それからいろんなリクエストですね、こんな動画を作ってほしいとか、こんなことをやってほしいとかありましたら、それもやはり、コメントに入れていただけたら今後の動画の参考にさせていただきたいと思います。僕のチャンネルではこのようにフライフィッシングに関するいろんな情報、そんなものをお届けしています。気に入っていただけたらチャンネル登録、それからベルのマークをですねクリックしていただけると見逃しを防ぐことができると思いますので、よろしくお願いします。では次回の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。